はい、皆様こんにちは、ニュージーです。今回少し深刻ですが、聞いてください。私の友達が骨髄異形成症候群になったことは少し前の動画で投稿しておりますが、その友達が骨髄性異形成症候群から白血病に移行して、今現在白血病になりました。臥球というものがあるんですが、臥球がこの前の検診で 36% に上がっておりました。赤血球、白血球、血小板の数値も減少気味で、今現在その友達は生活するときに動悸、息切れ、例えば散歩とか行きますよね。そういうときに坂道とかを登ったら息が苦しくなるので、立ち止まって休憩しないと歩くことが再開できないとか、そういった状況です。病院の先生から抗がん剤治療をするように以前から言われておったんですが、今回までそういった抗がん剤治療とか、あとは骨髄移植等を拒んできました。ただこういう状況になり、白血病に進行した中で、なんかすごい、すいません、私の言い回しが棒読みで、すいません、それは今感じました、すいません。白血病になって何かこういろいろね、調べたり本で見たりインターネット等々見るんですが、なかなかね、白血病スペース治るとか、白血病スペース完治とか、そういうネット検索かけても、白血病という病気がね、治ることは難しいみたいですね。抗がん剤治療をして、それが効けばね、少しは臥球のパーセンテージも減ってくるらしいんですが、なかなか抗がん剤治療を続けてもね、一時すれば、一定期間経ったらね、その抗がん剤も効かなくなりますし、今度は輸血する。ただね、抗がん剤の副作用がありまして、例えばね、血を吐く、あと出血とか皮下出血、その友達はね、もう皮下出血は起き始めてます。ここのね、足の甲、甲がありますよね、足の甲のとこになんかこう黒い斑点みたいなできてるし、そういう皮下出血は今現在起きてる状況。ただね、抗がん剤治療すればね、副作用でね、そういった気持ち悪くなったりね、吐き気とかね、めまいとかあと有名なのがあれですよね、髪の毛がね、抜け落ちてツルツルになってくるとか、いろんな副作用あるんですけど、で今どういうふうにね、その白血病に対してやっていこうかなっていうか、抗がん剤治療を受けるべきなのか、悩んでますね。なので、もしこの白血病という病気に関して知ってる方、何でもいいです、少しのことでも知ってる方、経験談とか、こうすればいいよとか、今後ね、どういう治療をしていったらいいとか、何かおすすめとかね、何でもいいですので、その友達が少しでもね、いい方向にね、向かっていけるように、何かこうアドバイスをね、皆様よろしくお願いします。
はい、っていうことです。よろしくです。失礼します。